はい、こんにちは、イダヤキュンです。ということでして、ニケがリリースされて数日経ったんですが、皆さんどういうパーティー編成が強いかちゃんと分かってパーティー編成組んでますよね。いや、適当に組んでます。自動編成にしてるよ。は？何をしているの？このゲームはね、もちろん右下にね、自動編成みたいなボタンありますよ。けどね、そんな自動編成で適当に組んだパーティーでストーリーを進めていくことなんてできるわけないでしょとは言いませんよ。それは言いませんよ。それは言わない。だってこれ自動編成で適当に組んでもね、ストーリーぐらいなら普通に進めちゃうんだって。間違いない。それ間違いないよ。けどストーリーでもちょっと難しいとかあるんですよ。僕ね、今9章10章やってるんだけど、もうめっちゃあるの。ということでして、今日は皆さんが一番知りたいもの、そう、正解、最強パーティーについて話していきたいと思います。はい、それではまず最強パーティーの前に、パーティー編成5人なんですが、パーティー編成をする時の基本的なことだけ、言っておきますね。基本はですからね、基本は、5人パーティーの場合は12233か11233。はい、これはどういうことかと言いますと、3のキャラだけバーストクールタイムが長く設定されています。1とか2なら、たまにクールタイム20秒のキャラいるんですけども、3のキャラは、ほぼほぼ40秒か40秒以上だと思います。ですので、3のキャラをパーティー編成に1体しか入れてないとですね、3のキャラだけ2周目のフルバーストがほぼほぼ間に合いません。まあ、バーストスキルクールタイムを、短くするスキルとかあるんですが、基本的には、こういう理由で3のキャラだけは絶対2名以上入れるのが基本となっております。で、残りの3名を112にするか122にするんですが、例えば1を1人にする場合は、1のバーストスキルのクールタイムの秒数は絶対に20秒にしてください。例えば1を1人なのにバーストスキルのクールタイムを40秒にすると、2周目絶対に間に合いません。という理由で、1に、40秒のキャラを使いたい場合は1を2人にします。そして2が1人なので2は絶対に、20秒のキャラを使ってください。で、あと大事なのは、オートでバーストスキルを発動させる場合に左のキャラからスキルを使っていきます。ですので、例えばこういう編成を組みますと、オートでやってますとね、ボリュームがバーストスキルを使うことは一生ありません。もちろんリターが死んだら使いますよ。リターが生存してる限りボリュームのバーストスキルが発動することはありません。で、発動させたいときは手動で発動させてください。はい、それでは最強編成パーティーについて話していきます。最初に、3の方行きましょう。3の2人、まあこれはね、皆さん強いキャラ分かってますよね。パパと行く？パパと行っちゃう？はい、1人目はもちろんグレン。はい、グレンの特徴なんですが、自分の攻撃力とか、クリティカルダメージを上げます。そしてバーストスキルなんですが、かなり高倍率の敵全体ダメージです。そしてグレンはなんとヒットポイントが下がれば下がるほど、まあ 60% 以下 50% 以下になるとさらに強くなります。高難易度レベルの、戦闘になりますと結構ね、相手の攻撃が強くてダメージ受けるんですよね。で、ギリギリの戦いになります。そういう時にこそ、グレンは強くなるということで、このグレン僕も使っているんですが、めちゃめちゃダメージが出ます。ですのでグレンを使用している人はもうグレン普通に育成ぶっぱして大丈夫です。はい、そして3の2人目なんですが、そう、もちろんハラン。はい、このハランの強いところはですね、攻撃した時に
ウイルスという持続ダメージを与えることができます。これがまあ強いの。あと、敵を倒すごとに、攻撃力も上がりますし、ワーストスキルはもちろん全体攻撃で超高倍率です。僕海外サイトの、キャラのね、評価とかも常に見てるんですが、このグレンとハランはもう絶対的に強いとなっております。もちろん3人は他にも強いキャラいるんですが、この2人は抜きん出ているので、2人を偶然ね、奇跡的に持っている方は2人とも使用してください。そしてどちらか1体だけ持っている方は、もうそのキャラを、軸に置いてパーティー編成をしていきましょう。はい、3番目なんですが、1に行きましょう。次1ね。ちょっとね、ここ悩んだんですが、やっぱりね、回復だけとかね、じゃなくて回復もできてパーティーの底上げバフも使えるこのキャラ、そう正解、リター。はい、リターの強いところなんですが、まず、回復もできます。はい、スキル2で、現在ヒットポイントが最も低い味方2人を回復することができます。この回復はそんなに強いものではありません。けどね、まあ回復もできるということです。そして大事なリターのバフなんですが、バーストスキルを使用した時に、まずバーストスキルクールタイムを下げてくれます。まあまあ、これもいいですね。で、大事なのはここから、バーストスキルを使用した時に、味方全体のクリティカルダメージとか攻撃力をめちゃくちゃ上げてくれます。特に、味方全体の攻撃力の、上げるバフの倍率はめっちゃ高いです。ですので、リーダー本人はね、そんなにダメージは出ませんが、アタッカー、グレーンや、ハランのダメージがとんでもないことになります。で、このリーダー、バーストスキルのクールタイムが20秒なんですよね。ですので、基本的にリターは毎回バーストスキルを使うということで、1は今回は1人にしておきます。はい、次に2行きましょうか。で、2を一応ね、今回は2人入れるということになります。2の1人目はドラーです。はい、ドラーの強いところなんですが、スキル1、クールタイム10秒で味方全体に攻撃力最大 16.16% も上げることができます。5秒間維持です。ですので、このスキルは、何回攻撃したとかね、何回当てたとかじゃなくて、10秒に1回常に味方全体の攻撃力が上がるので、戦闘中の長い間攻撃力が上がった状態を保つことができます。はい、そしてバーストスキルを使用したとき、味方全体に、まあ、使用回数別の効果なんですが、まあ、3回までバーストスキルを使うと、攻撃力、クリティカル確率、クリティカルダメージ、3つ、全部上げちゃいます。使用回数が、増えれば増えるほど、このドラは、スキル2、強くなるんですが、これは何を意味するかと言いますと、特にボス戦ですね。もう戦闘が長いので、バーストスキルを何周もします。そういう時にこそドラーは輝きます。はい。そして最後の5人目なんですが、ちょっとこの4人目まで見てみると、タンクがいないんですよね。ということで、5人目は2の1にポリを入れたいと思います。もちろんこの位置のタンクはポリじゃなくてもいいんですが、僕ね、ポリを使用してて、とてもね、強いの実感していますので、ポリ、ここ入れちゃいます。ポリっちゃいます。はい、ポリのおすすめ点なんですが、もうスキル1から強いです。パッシブ。通常攻撃で5回攻撃したとき、味方全体に攻撃力 5.46% 10秒間維持。ポリが、えいと5回攻撃しただけで10秒間味方全体攻撃力アップ。倍率は低いですが、5回攻撃で10秒間維持なので、かなりの時間この効果が、味方全体に乗ってます。はい、そしてスキル2も強いですよ。仲間の味方の防御力アップとか、悲劇ダメージ分配をして、
味方をね、守ってくれます。で、スキルバーストがさらにやばいです。タンクなので、味方全体にね、バリアを張ってくれます。で、さらにですよ、タンクなのに、10秒間味方全体の攻撃力を 44.55% も上げてくれます。え？タンクなのに高倍率の攻撃力、味方全体上げてくれるの？そう。タンクなのに。やばいでしょ、これ。はい、ということで、この5人が、まあ、最強パーティーというか、おすすめ編成となります。もちろんね、皆さんこの5人揃っているわけないので、ちょこちょこ変えることになるんですが、これをね、軸に置いてみてはいかがでしょうか。で、昨日の動画で、これ、ペッパーの連続回復法の動画出したんですが、これ見ました？これめっちゃ強いんですよね。ですので、ペッパーを所持していて、この攻略法を知らない方は、ぜひね、やり方自体知っておいた方がいいと思います。で、あれだけお前ペッパー強いって言っておいて、最強5人に入ってないのと。いやいやいや、違うんですって。ペッパーの回復力がいらない場合は、このリターを入れてね、バフかけて、この5人で行ってほしいんです。けど、高難易度とかで、まあ、ステージによっては、リターの回復力じゃ追いつかない場合があります。その時は、リターを外して、ペッパーを入れてください。あと、ポリなんですが、ポリはタンクなので、まあ、ステージによってはタンクいらないと。そういう時は、ポリを外して、アタッカー、攻撃陣を1人入れてもいいと思います。もちろん多分、皆さんのおすすめパーティーとは違ったりすると思うんですが、僕の個人的なね、見解としてはこういう感じになりました。皆さんこの5人をね、同時に持っている方は少ないと思いますので、1人でも持っていたら、ぜひね、その1人でも2人でも軸にして編成を考えてみてはいかがでしょうか。はい、ということでして、これからもどんどんニケの攻略動画を出していきたいと思いますので、もしよろしければチャンネル登録、グッドボタンお願いいたします。本日は動画ご視聴どうもありがとうございました。それでは次回の動画でお会いいたしましょう。